今年春に大学を卒業した学生の就職率は過去最高の 98.1%。 そして高卒の就職率も 98% と高水準。高卒、大卒ともに売り手市場の中、ネットでたびたび議論されているのが、エフラン大学に通うくらいなら働いた方がマシ？社会人6年目のしげさん、エフラン大学には行かず高卒社会人の道を選びました。大卒でも、まあ、基本給低かったり、まあ、奨学金背負った状態で、まあ、社会に出ると、まあ、毎月借金返したりって感じだと、まあ、4年間、まあ、勉強してってよりは、まあ、無借金で社会に出て高卒ってのもありかなって思いましたね。エフラン大学に進学しても就活で苦労するのは目に見えている。だったら高校の推薦で就職すればいいと考え、現在は製造業大手の工場でライン工として働くしげさん。単調な作業でやりがいはないと言いますが、23歳にして年収およそ500万円は魅力だと言います。一方、こちらはエフラン大学に通う3年生の木村さん。なんとなく入学したという彼ですが、現在は公務員試験に向けて猛勉強中。エフラン大学の存在価値についてどう考えているのでしょうか。学ぶ意欲はあるんだけど勉強ができないっていう子だったり、まだ自分が何をしたいのかわからないからとりあえず進学するみたいな、そういう学生たちの受け皿的な存在になると思うので、エフランク大学っていうのはそういう意味で存在価値は高いと思います。今日はなんとなくとりあえず大学進学した若者と、高卒社会人を選んだ若者をゲストに招き、エフラン大学の存在価値を考えます。はい、細田さんどうです？僕は人生にモラトリアムがすっごい大事だと思ってるんですね、うん、はい、うん、だから僕は結論から言っちゃうと、エフラン大学めっちゃ社会にとって価値があると思って、その人の人生にとっても価値があると思う、うん、はい、それはモラトリアム製造機関だからですよ、うん、いやもちろんその給料が高いということが幸せだという感じる人もいるでしょうし、まあ、現実はそうでしょうと、うん、でも全員がそれを目指すなんて、まあ、はっきり言って難しい、うん、不可能、はい、ってなった時にやっぱ幸せの価値観をどこに置くのか、うん、いやそれはまあ各々がね、大学生とかを過ごしながらなんとなく考えていったらいいと思うんです、うん、だから僕は大学卒業してるから何を言ってもね、うん、その持ってるものが持たざるものに対してっていうこの構造は変わらないかすごく難しいんだけど、うん、いやそのちゃんとバリバリ働きたい、もしくはいやいや別にお金じゃないっていう結論をなんとなく出すのが僕はモラトリアムの期間だと思うから、うん、そういう意味ではすごく僕は価値があると思う。だから勉強とはどうでもいいと思います本当に。大学は勉強どうでもいい、じゃあ役立ってないじゃん。いや僕はね、人に振らない。僕はそうかもしれないですね。僕も役立ってないし、ありがとうございます。ではゲストをご紹介します。やりたいことを見つけるためエフラン大学に通う価値があると考える木村さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。もう一方、エフラン大学に通うくらいなら就職しようと高卒社会人を選んだしげさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。本日は2人にお話を伺いながらエフラン大学の存在価値を考えていきたいと思います、うん、まずは現役大学生の木村さんにお伺いします。今の大学決めた理由というのを教えていただけますか。はい、主に3つありまして、はい、1つは、家から通いやすい距離っていうのと、あと興味のある分野ですっていうのと、自分の学力で入れるっていう3つの基準で選びました。興味のある分野というのはどういったところなんですか。心理学なんですけど、もともと高校生ぐらいの時にその心理学の本とか面白いなと思って見てたんですけど、それがきっかけで大学でも学んでみたいなと思って選んだっていう感じですね。ゆくゆくはこういった職業に就きたいですとか、そういったことっていうのを考えてたりするんですか。公務員試験に向けて予備校に通われてるということですけども。今の話です。はい、そうですね、今は公務員に向けてその自治体の職員として目指してるっていう感じです。ではゲストをご紹介します。やりたいことを見つけるためエフラン大学に通う価値があると考える木村さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。お願いいたします。もう一方、エフラン大学に通うくらいなら就職しようと高卒社会人を選んだしげさんです。どうぞよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。お願いいたします。まあ、本日は2人にお話を伺いながらエフラン大学の存在価値を考えていきたいと思います。うん、まずは現役大学生の木村さんにお伺いします。今の大学決めた理由というのを教えていただけますか。はい、まあ、主に3つありまして、はい、1つは家から通いやすい距離っていうのと、あと興味のある分野ですっていうのと、自分の学力で入れるっていう3つの基準で選びました。あの興味のある分野というのはどういったところなんですか。心理学なんですけど、もともと高校生ぐらいの時にその心理学の本とか面白いなと思って見てたんですけど、それがきっかけで大学でも学んでみたいなと思って選んだっていう感じですね。あのゆくゆくはこういった職業に就きたいですとか、そういったことっていうのを考えてたりするんですか。あの公務員試験に向けて予備校に通われてるってことですけども。あ、今の話です。はい、そうですね、今は公務員に向けてその自治体の職員として目指してるって感じです。エフランって本当に関係ないと思うんですよ。というのは本当だったらば、まあ、大学は勉強する場所じゃないというご意見もありましたけど、やっぱり大学で例えばスタートのところが誰でも入れるところだって別にいいわけで、あのアメリカにもそういうところも優秀な大学いっぱいありますよね。ただその4年間なり4年間でどれだけ成長できたかということで本当は測るべきであって、入り口のところで F だったり A だったりとか、そこはあんまり関係ないんじゃないかなと思います。あ、私も全く同意見ですね。やっぱり結局4年間で学ぶべきことがあればいいんですよ、はい、これ行く意味があるんですよ。ところがですね、まあ、私も教えてて思ったのはですね、ほとんどの場合ですね、自分で大学に行きたいっていうふうに意図して来てるよりもですね、親がとにかく大学行ってほしいと言ってですね、はい、この親の世間体みたいなので大卒の資格を取らされるために来てると、うん、こういう子が非常に多い、とか大多数ですよ。でこの子たちは学びません。だからいても意味ないです、大学に。いや本当なんか僕はなんかもう国が良くないなと思うのは、結構既得権になっちゃってるんです、教育産業が。そうなんですね。で補助金目当て、留学生補助金目当てでなんとか維持しているみたいなこととかじゃなくて、じゃあドイツは同じものづくり国でありながらマイスター制度があって、はい、もう小学生高学年ぐらいからどの道に行くのとかっていう制度として作ろうとしていたりとかしてきた、うん、僕はそういう意味で言うと、きちんとその子の特性に合った何かの選択肢を広げるっていう意味において、もっともっとそういう部分を整備していくのは国の役割だなと思います。思うのはですね、別に大学行く必要なんかないんですよ。でも大学行ってる人が偉いっていうこの発想をね、やっぱり社会全体で変えて、大学行かなくてもですね、職人になるとかですね、いろんなねやり方があって、その人たちに敬意を払うべき、そういう社会に変わっていくべきだと思います、ね。あの木村さんにお伺いしたいです。こうどうですか、エフラン大学に通う価値があるというふうにおっしゃってますけども、メリットデメリットの部分教えていただけますか。はい、メリットは大きく2つあって、はい、1つが大卒の資格を手に入れられるので、まあ、いろいろ働き出してから多分役に立つんじゃないかっていうのが一つと、あとはまあやりたいことが見つける時間をたくさん作れるっていうのが大きいと思います。うん、今もその大学に進学したのをきっかけに公務員っていうのを目指すきっかけになったり、あと趣味とかいろいろ見つけられたりしたので、そういう意味では多分大学行って多分良かったなっていうのを思います。木村さんみたいな、ね、方が行くのはですね、理想的なエフランのあり方ですよ。要するにその中で探して、はい、で自分でその公務員になりたいっていう夢見つけてそれをやってるわけですよね。これはね、私はね、絶対否定されるべきことじゃないと思いますね。ただね、学ぶ意欲が全くない人に対してね、国が税金、私学助成金というのを使って、はい、でそれで無理やりね、こう行かせて、じゃあこれってね、誰が一番、ね、得してるのかって言ったら大学の経営陣ですよ。だからここがはっきり言って私立大学なんてやりたい放題ですからね。ですか、どうですか、高卒で社会人選んだ、まあ、理由というところを教えていただけますか。まずは、あ、はい、そうですね、まあ、高校時代、まあ、なんだろう、進学校とか、まあ、そういう人たちが、まあ、受験で強いイメージがあって、まあ、工業高校から進学ってなかなかうまくいかないんじゃないかなと思ってて、うん、で、まあ、あと、まあ、なんかエフライで奨学金背負うぐらいだったら、まあ、高卒で、まあ、大企業とか、うん、まあ、収入目指した方がいいのかなみたいなイメージでいましたね。なるほど。
どうですか、メリットデメリットはどのように感じますか？そうですね、メリットの方は、まあ、就職後、まあ、結構大手で福利厚生良かったり、まあ、給料面良かったり、まあ、早めに、まあ、社会に出て社会のこと知れたりしてるなって思ってて、でデメリットの方が、まあ、僕工業高校卒業して、まあ、あの工場就職したんで、なんだろう、男社会っていうか、まあ、なんか夢のキャンパスライフみたいなのはなかったんで、まあ、そういう遊びの時間とか少なかったなって感じですね。あの制度的には、あの私が記憶する限り、高卒からの就職の時って、あのしげさんもこの先生からの推薦とおっしゃいましたけれども、あの、はい、原則一社ですよね、うん、並行して、まあ、そうですね、そうですよね。で、はい、それがしげさんの場合はすごく良かったと思うんですけれども、うん、そうでなくても、はい、先生に対してよっぽどこれ嫌ですっていうふうに反抗しない限りは、その推薦されたところに行くしかないという、そういう理解してるんですけれども、他のお友達とかでもそういう形でしたか？いやでも学校にまとまって求人来る形だったんで、うん、まあ、その中から県内がいいだったり県外がいいとか、うん、まあ、あとは、まあ、業種っていうんですかね、まあ、求人の中で選べたんで、まあ、そんな先生からここじゃないとダメってことはなかったですね。なるほど、あの来る中では選べるってことですね。ただやっぱり、まあ、そうです、うん、自分でこういろいろ就活をして、まあ、それはそれで大変だと思いますけれども、はい、ただやっぱりそういう形でこうもっと選んでみたかったなとか、そういうのはなかったですか？まあ、当時は、まあ、ちょっとまあ、結果として不合格だったんですけど、鉄道会社入れなくて、まあ、自分でやりたいことは決まってたんで、まあ、あまりそこは後悔ないからって感じですね。どうですか、また大学チャレンジできるとなったら、しげさんどう考えますか？でも今なんかこうやって、まあ、VTR でもありましたけど500万っていう年収あるんで、まあ、なかなか大学行こうって気にはなれないですね。まあ、ちょっと奨学金の絡みもあるんで。なるほど。なんかこの議論は本当にその一人一社制みたいなね、すごいこう旧来の就職活動のあり方を続けないという前提は必要だと思いますよ。国はやっぱりこの見直しを認めてますけど、やっぱり企業側からしたら一人一社制のメリットは高いわけですよね。やっぱり内定を出したら必ず来てくれるだろうとか、技術職の人たちはやっぱ取りやすいとか、やっぱそこにこうメスを入れていくっていうところは、いや今売り手市場なのに一人一社制がなかなか脱却できないっていうね。そうですね、なんか何かの人権を縛ってる可能性がありますよね。これ極端ですけど、まあ、例えばその大学のあり方はやっぱり僕は余暇とか自由をもっと謳歌して遊び放棄してもいいと思う。ただ一方でそのじゃ社会の中である程度義務感を持って、そして目的を持って、まあ今の企業を求めているような人材を作っていくために、こうまあフランスとか北欧でやってるような、まあ徴兵まではいきませんよ、兵役まではいかなくても、少なくても地域奉仕活動の義務化みたいなところをこうセットに組み合わせて、大学がまあ担うべき、なんて言うんでしょう、こうある程度みんなが思っている人間を作るみたいな話の一部の機能っていうのをもっとアウトソースで違う制度にくっつけるみたいな、そういうやり方だったら大学の今のままでもっと続いてどうですか？これね、大学だけでね、切り離して議論するからね、よく間違えるんですよ。でよくですね、なんか企業の人とかがなんか大学からね、こう来たけれども即戦力にならないっていうね、言い方をよくするわけですよね。でもね、大学の、ね、教員は、ね、意外と頑張ってるんですよ。だけどね、この小学校から高校までの間ね、ほとんど勉強しないまま育ってきて4年でいきなり勉強するようになるかって言ったら、ね、これ無理があるんですよ、ね。企業選手を作るための大学では本来ないはずですよね。そうです。でも企業がそれをこう求めているっていうところのミスマッチも当然だからね、体育会系ばっかり取ったりとかね、そういうことやるわけですよね。どうなんですか、そう、企業側ももうちょっとジョブ型に変わってきている中で、もう大学ってそもそもその本当にいらないんじゃないかというか、大卒の資格って何っていうところも感じるのかなと思うんですけど、それは確かに、まあ、だから20そこそこの、うん、皆さんが、どれだけ自分をアピールして、すごい力持ってますよっていうふうにアピールできるかなんじゃないですかね。企業は本当の生き残り戦略としてちゃんと評価した方がいいと思う、はい、人材を一人一人見ていくって、うん、まさに、ね、ただそこがまだできるかどうか、うん、ポテンシャルを見なきゃいけないわけですよね。ポテンシャルをど
れだけ人事の方だからこそ新卒一括採用的なものじゃなくてもっと流動性を高めて 2,3 年それこそモラトリアム期間があっても普通に出入りができるようなもう少しこう本当に人材が出入りが自由な産業界にしていかないとなんかもうあと企業って言った時にやっぱり我々がすぐに大企業をイメージしちゃうのも良くないと思いますね。その企業就職偏差値みたいな概念も本当に意味がないと思いますけど、いや今社会で多くの人は企業に属してるわけですよ。何らかの組織に属してるんですよ。だから本来はそこの企業というところにこうありもしない偏差値で差をつけていく、それは東証のね市場が上の方は偉いのかというような話でね、やっぱこっち側 その市民社会の価値観みたいなものもあると思う。企業が変容すると同時に茂さん の, あのはそんなにこう大学に戻りたいとは思わないということでおっしゃいましたけれども、ただやっぱりどこかでまた戻れるっていうその自由度がある、そういう教育のシステムっていうのは重要。いやそれは本当にそう、やっぱり OECD の国の中で20代大学生の割合の年代別があるんですよ。日本が圧倒的にね20代以降がいないですね。やっぱ大学って本来別に若者だけが行く場所じゃない。そうそう、私はねそう思ってるんですよ。生涯教育を受けながらまただから例えば自分は仕事やっててリタイアしたと、で実際私が大学生の時いたんですね、この同級生このおじいさんなのというねいたんですけど、一番一生懸命学んでるんですよ。だからねこういう方が本来の大学のねあり方としていいだろうと思うんです。いや本当にだから障害教育って言った時になんかねそのもちろん文化講座とかも大切ですよ、公民館とかでやってるのも。でもね図書館にねスタバを作ってとりあえずおしゃれにして本の数減らすみたいなのをやっぱりやってきちゃってるわけですよね。やっぱ本来はこの大学の仕組み、いやそれこそいわゆるエフランティアの大学だってもっと上のねスキルも経験も人生経験もあるような方が入ってくるとそれは何か起爆剤にもなるでしょうし、質上げみたいなところもつながるところも教育のシステムそのものとしてですね、例えばこれ大胆な提案ですけど教育学部全部なくしてですね、この免許じゃなくてね試験で合格するように変えるとかいうふうにした方が私はいいと思うんですよ。なぜかといったらね英語がねそんなにできない子がその英語の教員の免許持ってるからね英語の教師になれるけど、一生懸命海外でずっと働いてきて一生懸命実務経験のある人がさてやろうと思ってもその免許持ってないからできませんって、こんなねバカな話ないと思うんですよね。木村さんにもお伺いしたいんですが、こういわゆるエフラン大学に通っているというところで、はい、その周りの方ってどうですか。ちょっとやっぱり勉強に対しての意思とかやっぱり弱いですかね。あ、弱いです。あんまり授業を聞いてない人たちだったり、まあ、たまに任天堂スイッチとかゲームやってるみたいな人もいるので、まあ、勉強に対する意識は低い人は多いっていうのは、まあ、事実じゃないかなと思います、はい、視聴者の方から大空さんにこんな質問来てます。やる気があって見つけられる人ってレアケースだろう。モラトリアムって言うけどほとんどは意味のある4年なんか過ごしていなくて飲んで恋しておしまいだよ、それでも大空くんはいいと思う？と。いや僕はそうやって言ってんだって、はい、僕はモラトリアムというか、まあ、その社会人にすぐ別にみんながなる必要はないと、むしろ自由で恋愛してバイトして大学の授業なんか行かずに授業寝てても僕はそれが人生にとって重要な余暇なんじゃないかなって思うのでちゃんと聞いてください。議論を。いやでも酒飲んで恋するならまだいいじゃないですか。一番多いのはね本当に、ね、大学に来て帰っているだけっていうね、ただもう義務論的に大学に来てで寝て帰ってというのを繰り返すと、これ何の意味があるのか。でも引きこもりになってるわけじゃなくて、うん、まだ社会とのこうつながりというのを大学が創設してるという、まあね、まあ少しプラスに補助金引き上げろって話ですよ。そうですよ、3000億3000億ですよ。3000億別のものにまだまだ使えそうじゃないですか。でも若い人のためですよ。再編し若い人のためにその再編になってないじゃあそれが大学のね、こう理事クラスみたいなのを、まあ、そうか、まあ、だから残すために使われちゃってる。だからやっぱりクオリティを測るって教育のクオリティをもっと測るみたいな。それは EBPM 必要だっていう長野先生も、ね、最後にね、日本で唯一 NPO がやってる適戦大学っていう大学があるんですね、うん、これはもっと十何人しかいない小さな大学なんです。大学って時に私学助成金何億もむさびるくようなでかい大学を想像するし、実際にそういうものが作られていくんだろうけれども、もっとコミュニティに出した少数の大学みたいな話も。それは大卒の資格はもらえるんですか。これはまあ大卒の試験を受けるということになるんだろう。試験だから あそこのセンターですね、機構が。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。